さあ来たぜ、13ステージわしのように飛ぶ。さあやってまいりました、ママママヤのブリッジコンストラクターポータル。今日も橋作りやっていきたいと思います。さあ行きましょう。このテストにはエリアルフェイスプレートがあります。このプレートは以前応募者の試験車両を発射した衝動を抑えられるかテストするために使用されました。ん？なんかあんねんな、これに。何これ、どうなんの、わからん。オッケー、なんかあるねこれ、ちょっとわからん。なんか噴出されるのかな。ちょっと行ってみよう、とりあえずね。ここ普通の橋を、作って、そしてここから出てくる。でどうなるか、それがちょっとわからん。これが何やろうね。これをちょっと調べよう、とりあえずね。で吊り橋を作っていく必要がある。まあとりあえずいつもの吊り橋を作りましょうね。これでこんな感じで、これでいけるっしょ。問題ないと思います。OK。これで全て釣れました。一応ね、物理テストしとこう。全く問題ありません。そして、スタート。ここどうなるかやな、ここは。これね。こっち入ります。入ったやつが下から出てくる。あれ？ってことで、こういかなしゃあないかな。こういって、まあ、これで自立型の橋をちょっと作ってみましょうか。これじゃ無理なよな。ここ支えがないからね。これでやるとこっち落ちちゃうから。だから、ここでちょっと支えが必要。これで完璧っしょ。まあ、完璧ではないけどね。まあ問題ないわ。はい、行きました。さあ車両が出てきます。通ります。そしてどうなる、出てきた。あ、飛ぶんやな、やっぱ。ひでえ職場やなこれ。こっから飛ぶんやな。で飛んだやつをどうするかやな。もう一発行こう。どう飛ばしたらいいんや。まあ要するにこのジャンプをいかにして制御するかってとこやと思うんですけど、ここでやっぱ支えを作る必要があるんよね。でももうここに飛んだ時点で回転してるからな、乗ってる人間は下に落とされるという、まあその犠牲はしゃあないんかもしれません。なんちゅう職場や。こんなもんあかんやろ。ちょっと勢いを殺すわ。こういう感じで。ね。勢いを殺して、で、このジャンプ、ここのジャンプのね、勢いをちょっと抑える。その形でちょっと行ってみよう。ちょっと変えてみよう。この感じの坂にすると、ちょっと勢いを衰えるでしょう。これでちょっと行ってみよう。ポチッと、スタート。さあ来ましたよ。うん、あ、これでまっすぐ飛んだね。まっすぐ飛んだね。途中で回転せずにそのまま行ったってことは、もうちょっと面白いねこのゲームね。さあこれで勢い消えたぞ。よし、これでまっすぐ飛んだ。うん、これでええんちゃう、とりあえずはね。でまっすぐ飛んできたやつをなんとかして拾う形やな。ただここの橋がちょっと作れないんよな。この橋をどうするかやな。一応ここまで伸ばすことできるけど、これをどうやって支えるか、支える方法ある、これでこれをどうやって支えるかやな。問題はここまでは釣れるわ。テスト。うわー、そら無理やわ。ここやっぱダイレクトにこう入れる必要があるんか。ちょっと待ってよ、ここいらんな。まあ、とりあえず車両だけ入れば一応クリアなんよ。このゲームはね。だから、これで拾うことができれば、これでね、操縦。これちょっと行ってみよう。
これで車さえ人は落ちても別に構えへんのよね。できました。でジャンプ、これでね、ほらこれで一応ギリギリでクリアなんよね。ただ人が落ちちゃうから、これを人をね落とさずに行く方法があればエクセレントなんやけど、やっぱみんな落ちていくな。ここにぶつかっちゃうからね。だからここのやっぱあれ、ここの橋どうなった。あ、ここ潰れちゃった。もしかして車列になると、あ、潰れちゃうんや。橋が衝撃でほら、あ、潰れた潰れた、ほらあ、潰れちゃったね。うん、一応でもこれでクリアなんよな。5分の3は通過した。だからここの橋をまあとりあえず強化する必要はあるんやけど、もうちょっとね、勢いを落とす形でなんとかならんか、なりまへんか。全体的にもうちょっと下げてみようか。ここいらんよな。でちょっと橋の強度がまずいんでね、ここちょっとだけ強化させよう。これでだいぶ勢い落ちるんちゃうか。これで行ってみよう。スタート。さあここがどうなるかね。来た、わあ、落ちた落ちた落ちた。ダメだ、やっぱここの衝撃が耐えられへんねんな。ってことはやっぱり上まで橋作っていく必要があるね。で、落ちてくるんじゃなくて滑らしてくるという形にしないと橋が衝撃で潰れちゃう。うん、ちょっと重いんやな。あんまりだから骨組み組みすぎたら逆に重くなるんよな。だからなるべくシンプルにしないと重さが耐えられへん。ここいらんな。これでどう？うん、これでもギリギリやけど、この辺ちょっとやばいな。やばそうやな。ただ赤くなってるとこはないから、これで行ってみよう。さあ来ました。このまず車列に耐えれるかどうか。耐えたね。これで橋は耐えた。これで、5分の5全部通過しました。 OK、 素晴らしい、エクセレント出た。ただやっぱどうしてもね、人が落ちちゃうよね。そこが問題。もうここはしゃあないんかな。これやりようがあるね、やりようがないな。どうしてもね、人が落ちちゃう、ここにぶつかって。どうすればいい。なんとかして落とさん方法あるか。うん、これなんとかしたいね。でも一応これでエクセレントなんよ。ほら、素晴らしいやからね。これでもう OK なはずなんやけど、もうちょっとやってみよう。ここでなんとか車を拾えたら、無理か。拾える無理やんな。もうここに当たってんもんな。で、ここまで橋を吊るすことはまず不可能やから、テスト。無理やろ。なんとかならんか、これ。うん、まあでもね、会社がこれで成功としてるわけやからな。これ以上いらんことする必要はないんですよね、会社的には。ただこの現場を管理する私としては、なるべくね、人を死なさずにね、生産したいというね、まあ工場長のね、この考え方。利益よりも従業員の幸せ、そっちを優先してしまうわけです。さあどうする。ここになんかクッションこんな感じでクッションつけてクッションになるかどうか。これでどう、テスト。うわー、ちょっと強度がやばいな、こうなるとね。
ここにクッションつけたいな。もうでも多分このテストはここをいかにして生かすかっていうだけのテストやと思うよな。だから私が考えてることはもう無駄な努力なんかもしれん。これでちょっとやってみる？ここでぶつかったやつがこういってシュル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 みたいな。これでちょっとやってみよう。オッケー。ちょっと強度がやばいと思うけど、一応ね、ここでクッションになればいいかなっていう。さあ来た。わっ、わわわわわわ、全員死んでるわ。わー、大事故。無理やな、これ。わかる人いてる？これ。この2点じゃね、箸を支えるのはもう無理なんよな。根本的に。この辺にもう一個なんか接点が作れたらね、上から釣れるんやけど、この2点じゃ、箸をこれ以上伸ばすことは無理。やから、もうここはもう拾うだけ。車両を拾うだけ。人の犠牲はもうこれしゃあないんか。どうしようもないよね。この3つしかないしね、ここも。で、ここ2つだけやし。なんか方法があるんかどうか気になるけど、もう一発いってみよう。もうこっちは完璧よね。何の問題もない。そしてジャーンプ。うん、一応まあ、 運転してる人はねちゃんと帰ってるから大丈夫。車両も5つ通ってるからね、何の問題もありません。一応これで OK ということでね、人は死んでますけれどもね、人よりも物を運ぶことを優先するこの会社、やばい会社ですわ。はい、ということで今日はここで終わっときましょう。次回またね、なんとか人を死なせずにこの作業をねスムーズにさせるための工場作り、工場長としてまたやっていきたいと思います。今日はここで終了したいと思います。マヤでした。また見てください。さよなら。